吉本興業12年目神戸の石橋です。よろしくお願いします。僕国学院久我山高校でサッカーやってまして、大学はあの岡田武史監督がいた稲穂キッカーズっていう早稲田のサークルに入ってました。なのであのサッカーの技術は確かなものです。まあただこの口で言っても多分わからないと思うんで、多分汚れ気だけ知っていただければこいつ本物だなと思うんですけど、汚れ気、まず大前提、左足の半月板損傷してます。で右足の前十字靭帯切ってます。この怪我してて下手くそなやついないんですよ。わかりますよね。この怪我って絶対うまいやつがするんですよ。わかりますよね。テクニック系の選手。そうなんです。テクニック系なんで行っちゃうんですよ。指を刺すな指。両膝行かれました。行かれて行かれたまんまな。行かれたまんまです。これこんなあかんやん。ただ気持ちでどうにか。直しといてくれやつ。はい、まくろうかなと思ってます。